こんにちは。ヒカルの語英語バージョン第1巻の中で英語を紹介しますね。111ページです。 I was really impressed。 ちょっと感動だよって、ヒカルが言っています。この impressed っていうのは好印象を与える、人に強い影響を与えるとか人を感動させるっていう意味があります。